はいどうもです今日は東武東上線大山駅と都営三田線板橋区役所前駅の間にある、まあ、ちょうど大山商店街の途中なんですけれども板橋区立文化会館とというところに行ってきました、まあ、そこでですね「混、え、成、ー、合唱と軍読のための」という、まあ、軍読と合唱の講演会があったのでちょっとそれを友人に誘われて、えー、聞いてきました。 まあ、特に後半はですね軍読と合唱を同時にやるというなかなか斬新な試みの公演で「さよならロレンス」というちょっと社会派の詩をし、まあ、していました。ちょっと演劇のようにですね、えー、合唱している人たちがこう動き回るっていうそういう視覚的にもなかなか楽しめる公演だったなというふうに思います。 まあ、私初めてあのそういう文読を聴いたんですけれどもなかなか面白いですねあの演劇でもなく合唱でもなくかといって朗読ともちょっと違う、まあ、あのプロではないんですけどもあのそういった合唱の経験のある方たちがやっていたので、まあ、とてもね耳心地の良いものだったなというふうに思います。 公、まあ、演が終わった後はですね、えー、その大山商店街というのを散策してきましたなかなかあの活気があって、えー、いい商店街だなと思いました、まあ、途中そば屋さんに入ってですね立ち食いそばだったんですけども柚子胡椒が効いただしでですねちょっとこう特徴的な味のなかなかおいしいちくわ天そばをいただきましたあったまりました まあ、今日は関東地方はところによっては雪やあるいはみぞれ混じりの雨が降ってとっても寒い日だったんですけれども、まあ、心温まる公園とそばを、えー、賞味することができました。というわけで、えー、ガチョウの冬の一日の記録でございます。それでは